皆さんお疲れ様です。9月8日火曜日の朝でございます。はい、今ですね、広島の坂町のね、北新地というところをね走っております。今ちょうど、海田大橋を出てね、料金所を出て、U ターンしたところですけどね。ここはあの東部流通団地といいましてね、いろいろね、あの物流関係のね工場とか、あとマツダのね、マツダの下請けのね工場とかありますね。はい、で今日はこの北新地の中のね、今から現場にね入れ替え作業に向かうんですけど、はい、まあ昨日月曜日と、あとその前日曜日ね、2連休だったんですけどね、台風の影響で昨日はね、初めて14年勤めてきてね、初めて臨時休業になりましたね。うん、ね、台風、まあ、広島はねそこまであの被害はね、大きな目立った被害はなかったんですけどね、まあ、本当また九州の方がね、甚大な被害が出ましたね。はい、ね、本当九州は本当ね、ああいった災害がね本当つきませんね。うん、どうしてもね台風がよく通るね進路になったりしますんでね、まあ、九州あたりがね本当ね、こればっかりはもう自然のね、災害なんでもどうすることもできないと言いますかね。うん、ね、本当あの行方不明の方とかね、本当無事に見つかればいいんですけどね。はい。ね、こんな感じでもうね、あたりもう工場だらけです。この辺はね、工場がたくさん立ち並んでおります。で、トラックの運転手の方もね、ここでいろいろ待機とかねされてますけどね。もう現場着いちゃいますね。今7時43分なんですけど、8時半にね現場に入らないといけないんで、だいぶ時間がこれあるんでね、ちょっとねあのこの先にねあの大きい公園があるんで、そこでねちょっと待機でもしようかなと思いますね。はい、まあ週の初めなんでね、ぼちぼちやっていこうと思います。こちらの左手の日野のね工場はよくトラックのね修理なんかに持ってきますね。うん、この方まで来るのは初めてです。うわ、すごいね、トラックがすごいですね。これは待機中のねトラックでしょうかね。全てこの奥まで来るのは本当ほんま初めてですね。さあ、その辺にね、あの地図を見たらその辺に、その先の方に公園があるんですけどね、ちょっとね今お腹痛いんですよ実は。PPP なんでね、今日なんか大吾さんが朝言ってましたね、 PP になったってね、ニュースで言ってましたけど、最初あのお腹でも痛いんかなと思ったんですけどね、どうやらあのパパになったみたいでね、はい、おめでとうございますということで、はい、僕は PPP です。はい、長渕剛さんみたいですね。ろくなもんじゃねえ PPP。 漏れる。よし、ね、このトラックが出たら、これ止めるとこないですね。でもえ、トラック止めるとこないじゃんこれ。ああ、これ左手にこれトイレあるんですけどね。あ、この前のトラックがまだ急、あ、ここ広い駐車場がある、すごい。ちょっとこっち頭振ってしまったからハザード焚いてバックで入っていきましょう。よし、はい、ではちょっとねトイレ一発かましてきまーす。はい、ここは坂町立北新地運動公園みたいですね。うん、ちょっとフェンスがあってね見えにくいんですけど、あのね野球のこうベンチなんかもあったりね、あとサッカーもいっぱいゴールがありますね。6個ぐらいあるかなゴールがね。非常に広いね運動公園となっております。あの奥の方にね子供さんが遊ぶようなね
遊具がねあるんですけどね、ちょっと見えづらいですね。非常に広い公園となっております。はい、お疲れ様ですね。ギリギリトイレ間に合いましたけども、ね、ギリギリセーフですね。あわや場外ホームランというとこでしたけど、ギリギリセーフでした。はい、ね、今見てもらった通りここの公園広いですね。うん、野球が2面ぐらい2面ぐらい取れますね。でサッカーも多分3面か4面ぐらいこれ取れるんじゃないでしょうかね。非常に広いね運動公園となっております。はい、ね、昨日もね本当13連勤の後のまあ休みだったんですけど、で日曜日月曜日と2日まあ休みで、なんかすごいね13連勤の後だったんで2連休がねすごい長く感じましたね。うん、もう盆休み並みに感じました。はい、で昨日はね本当ちょうど休みで良かったです。はい、というのもあの日曜日に、台風のね養生しようと思ってね、養生しようと思って庭の片付けしてたんですね。で何の気なしにもう重たいものを別に持ったとかじゃないんですよ。こうちょっと物を取ろうと思って腰をひねった時に久々にね腰をピキッとやりまして、でそっからもう動けなくなってですね、うん、でまあなんとか気合でね晩飯は作ったんですけど、まあ、それでもねあの腰がもうこうまっすぐ立たないんですね。この曲がった状態ですよね、おじいちゃんみたいな感じでね。まあ、最近のおじいちゃん元気なんでピシッとしてますけどね、うん、そんな感じでも腰がこう曲がった状態でね、日曜日過ごしておりまして、で昨日ですよね、だから昨日本当ね臨時休業になってね良かったですね。うん、昨日が休みじゃなかったら多分僕仕事昨日できてませんね。ようやっても運転ができるぐらいですかね。多分もうシートすらね畳めない状況だったと思います昨日は。うん、本当昨日はね休みで良かったなと思いましてね。うん、だから昨日ももうずっともうゴロゴロしてましたね。まあどっちにしても台風なんでねあんまり外にも出れない状況だったんで、一日中ね家の中に引きこもってましたね。はい、噛んだね今ね、調子良かったのに噛んだね、やっぱり噛む ね、うん、ね、そんな感じで、でゲームしてたんですよ。ゲームをしてて、ほんで後ろにね娘がいましてね、うん、ファーミングシミュレーターっていうね、まあ、結構リアルなねこう林業とか農業のゲームをしてたんですけど、僕がね、でそれを後ろで見てる娘がね、父さんそのゲーム何が楽しいんって言われましてね、うん、いやいや、ね、リアルなこの感じがね楽しいんよって、実際にまあ機械とか乗ってね、父さんはそういう仕事ができんからできんけ、このゲームの中でねこうやって積み込みしたりね木を切ったりしてね楽しんどるわけよって言ったんですけどね、うん、したらうーんなんかめっちゃシュールよねって言われて、お前シュールっていう言葉言えるようになったんつって、6年生でもシュールっていう言葉がね言えるんですね。僕多分シュールとかね23ぐらいで知りましたよ、シュールっていう語源をね、言語をね、単語をシュールっていう単語がもうね小6の娘から出るということにびっくりしまして、でもシュールっていう意味わかるんつったら、ちょっと考えて、なんか悲しい感じって言いましたね娘がね、うん、えそれって父さんがなんかやってるゲームが悲しいゲームに見えるって思いましてね、うん、それかゲームをしてる親父の、ね、後ろ姿がなんか悲しく見えたんかなと思いましてね、うん、なんか妙になんか、うん、悲しくなりましたね昨日はね、うん、まあそんな感じでね昨日は過ごしてましたけども、はい、さあまだ時間ありますね、あと20分ぐらいね、このまま待機をねしておきたいと思います。はい、今日はねポプラで買いましたよ、世界一のバリスタ監修、これねこれね、ちっちゃいことを言いますと520ミリ入ってるんですね。でその隣に500ミリのコーヒーがあったんですけど、値段が一緒だったんですよね、139円税抜きでね。はい、だからね、20ミリリットルケチりましてね、こっちを買いました。はい、20ミリリットルね、20ミリリットルって言いにくいな、20ミリリットルね、こっちの方が多いんで、これ20ミリリットルね入ってます、ね、こっちを選びました。はい、ね、貧乏症が出ましたけど、はい、これ飲んでねぼちぼち現場の方入りたいと思います。はい、現在8時25分ですね、現場の方出ました。はい、8時半って言われてたんですけどね、公園で休憩してたらね担当者の方がちょうど来られましてね、はい、もうささっと入れ替えができましたんで、はい、まあ、ささっとと言いましてもね、本当ねあのトラックのね、ヤードっていうかね、あの倉庫みたいな感じだったんで、
いっぱいねパレットに商品が積まれて、でラップがかけられてあってね、そういった商品がたくさん積まれてあってね、で大型トラックのね出入りがすごいありましてね、サクサクっとね、パパパッとやって今現場を出たところですね。はい、いや結構世話しなかったですね。うん、ひっきりなしにね大型トラックがね、次から次に待機していた大型トラックがね入ってきてましたんでね、うん、まあそのヘリの方でね僕は作業しましたけど、やっぱり両サイドね大型トラックがこう待機してる間を走るというのはね、かなりのね圧迫感がやっぱありますね。うん、ね、やっぱり大型トラックは大きいですわ。うん、はい、ではねドバの方へ向けて帰りたいと思いますけど、はい、今日はね北新地からね、お送りしましたね。うん、ここで右行こうか、ここで右行ってまたね、海田大橋からね、広島高速に乗ってね帰りたいと思いますけど、ね、この正面あたりがねマツダの下請けのね工場などがある地帯ですね。はい、あっちは矢野になるの、矢野西になるんですかね。まあ、本当ねこの辺は工業地帯ですね。はい、流通団地といいますかね。うん、でここを左に行ってね、海田大橋に乗ります。ここを右に行きますとね、まあもうそのままですね海田の方に向かっていきますね。はい、海田とかあと2号線の方へね、国道2号線の方へ向いていく道ですね。はい、陸上自衛隊なんかもね海田地駐屯地がありますね。そういえば最近このトラックですね、エンジンかけたらキュル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 ね、エアコンのねなんかベルトかなんかエアコン関係のなんか音がねすごい鳴るんですよ、キュル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 ね。あれちょっと一回見てもらった方がいいんでしょうかね。うん、やっぱりずっとねこの夏もエアコン回してたんでね、それの影響かしれないですけど、エンジンかけてねエアコンねスイッチ入れますよね、したらキュル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 ってたまに鳴るんですよね。これはちょっとね見てもらった方がねいいかもしれませんね。うん、はい、今書いた大橋ね料金所通過しました。ここからはですねこっち方面からは呉の方にはね行けませんね。はい、書いた大橋からは、あっちですね、商工センターの方、宇品とか商工センターの方と、あとは広島駅とかね、あと山陽道の方に向けての広島東までのね、広島高速2号線とか1号線とかね、あっち方面にしか行けませんね。はい、まあ買いたからだったらね、もう下道で行ってもそんなに呉の方行くのはね変わりませんのでね。右手に見える大きなね、あれクレーンですかね、あれはね広島県のなんかマークが入ってますけど、あれねいつもここ子供と通るたびにね赤いキリンがおるっつってね、見ながら走るんですけどね、すごいね、よくああいうのが立ってますよね、ほんまああいうのあんな高い位置からね操作するのもちょっと怖いですね。うん、正面に見えますのがね黄金山でございます。はい、黄金山、黄金の山ですね。桜なんかがね咲く季節はねすごい綺麗ですね。はい、よく走ってましたね、ここ黄金山ね。僕野球部だったんですけど高校の頃ね、高校のねちょうど裏側の黄金山でね、よく走ってました。はい、ね、やってまして、まあ、ああいった経験があるからね、今少々しんどいことでもね、まあ、耐えれるんかなと思いますけどね、よっぽどあの頃の方がねしんどい思いしてましたからね。うん、まあ、夏にね山走ったり、あと裏にね二保姫神社っていう神社がありましてね、神社がね、そこの階段も走ったりねしてましたよ。本当よくやってました。自分を褒めてあげたいですね、本当あの頃のね自分を褒めてあげたい。
今はね、コロン比べたら本当絵でもないですね、本当、うん、こうやって涼しい中運転できますしね、はい、そんな感じでね、今週も1週間ぼちぼちやっていこうと思います。はい、まだまだ暑さね、秋がまだ来ないみたいですね、言うても、うん、ですからね、皆さん、はい、まだまだ暑さには気をつけてね、体調管理しっかりなされて頑張っていきましょう。はい、ということで本日も長々とご視聴ありがとうございました。また次回の動画で元気にお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。